副島さん、おはようございます。メッセージありがとうございます。で、今回ね、私の方からアドバイスさせていただくのは、皆さんね、口座開設したらすぐにお金入れるんですけども、まずね、MT4 の使い方が分かんない段階でお金を入れる必要はないと思います。最初はね、1週間なり2週間なり、操作法を隅から隅まで覚えるために、MT4 っていうのを使い倒していくときに、まだエントリーする必要は全くないです。別に相場ってのは、来月でも再来月でも来年でも動いてますんで、そんなにね、口座作ったからって今日からを入金して勝負するってことはあんまりやる必要がないと思いますね。どうせ勝たないですから最初は。ですので段階としてはね、まず MT4 の操作を覚えるために最初ログインしていろいろ作業してみるとか、ブックマーク入れといた方がいいのはブックマーク入れるとか、それから操作法で分かんないのは検索して、ね、MT4 の使い方をね一つずつ調べていく。移動平均線の色の変え方とかね、移動平均線っていうのは何なのかとかね、そういう中で多分基礎用語とか覚えていけると思うんですよ。その上でどうしても解決策が見つからないものに対しては、ご質問いただいたりとかね、中丸トレーダーの方にメッセージを送っていただいたりとか、私の方でも全然構いませんけどもね、そうすることによってだんだん力がついていくんですよ。で、多くの今でもそうなんですけども、速稼塾のねプレミアムっていうのを参加して、全然稼げない方って何をやってるのかって言ったら、こういうふうなね、基礎の操作法とか基礎の用語とかをやっぱね、そういうコツコツしたものっていうのをすっ飛ばしていきなり入金してるんですよ。だからこれはダメですよとお話してるんですけどね。極端な話、最初の1年って全くお金入れずに全くチャートを見ずに、専門用語のことだけをずっとねこうやって本で勉強するだけでもいいんですよ。で、その基礎固めがないところでチャートを見たって何にも浮かんでこないですし、どんな反省もできないんですよ。これをね、多くの方っていうのはちょっと甘く考えてるのかなと思うんですね。で、私がいつも言う、そのお金の稼ぎ方の第一段階目は労働ですよね。労働して、その次にスモールビジネスをして、スモールビジネスが終わったらビッグビジネスをして、ビッグビジネスで生まれた余剰資金を投資に放り込んでっていうのは、どうしてこれを言うかっていうと、やっぱり物事には順番とか、基礎っていうのがあって、スモールビジネスをうまくいかせようと思ったら、働いてるって労働のね、やっぱりこう尊さとか難しさとか解決方法とか知ってないとスモールビジネスってできないわけですよ。で、スモールビジネスがちゃんとうまくいかないとビッグビジネスは絶対できないんですよ。で、ビッグビジネスで余剰資金を生む仕組みを作れるから、投資の世界に何回でもトライできるんですよね。でも労働が嫌、スモールビジネスはうまくいかなかった、ビッグビジネスは手もかけていないっていう人が投資の世界行ったらどうなるかって言ったら、それまでの積み上げがないんで、そんな投資でうまくいくわけないんですよ。投資ってのは少なくともね、労働も超越してスモールビジネスもビッグビジネスもマスターした人が最後の取り出として、インベストメントの世界に、投資の世界にやってくるわけですから、優秀な人ばっかりがいるわけですよ。それこそスーパーマンみたいなね、人ばっかりです。で、そうなるとなかなかね、太刀打ちできないですよ。そう、基礎用語も知らないし操作法も分かりませんとか、それを自分で学習する意欲もないですって人はなかなか勝てないと思いますね。で、ちょっとね、まとめさせていただきます。今回はね、一般公開で他の投資家を目指す方にもちょっとね、厳しいメッセージとしてお伝えしたいんで一般公開させていただきますけども、質問に答えるとしたら、入金したらミニマムのねやつ、スタンダードでもいいんですけども、 0.01 ロットでエントリーしてください。10円とかね、100円とかみたいなエントリーです。それでどうしてもエントリーをしたかったら、それで繰り返してみてください。例えばね、私の場合は10円だったんですけども、10円でやるとね、1000回負けても1万円なんですよ。そういうふうな、本当単純にはいかないですけどね、そういうふうに、そういうふうな形で、やっていった方がいいかなと思いますね。最初から勝てないですから、最初は9割以上負けます。わけわかんないわけなんですよ。しかもエントリーにも結構勇気がいります。で、そういうふうに10円でも100円でもエントリーするのに、ものすごくね、自分のカーソルが重くって動かないとかね、勇気がいると。そういう中で、じゃあ1万円とかね、10万円勝っていこうとするためには、ものすごくもっともっと圧力がかかりますから、だから精神も鍛えていかないとこの FX の世界ってのは渡っていけませんので。ただね、すごく単純ではあります。だって操作法を覚えるでしょ、基礎用語を覚えるでしょ、精神を強くするでしょ、あとお金を投入する、あとプロセスないんですよ。4つぐらいですよ、だから。でもビジネスの世界っていうか、多分ね、多くの方が今 やってらっしゃる労働の世界っていうのは、忘年会とか新年会とかね、上司部下とかね、それから伝統とか歴史とか取引先とかお客さんとか、すごくね気をつけるところが多いわけなんですよ。
うん、だからその煩わしさから逃れたくて多分投資の世界に来てるんだとしたら、うん、まあお金を稼ぐのに人付き合いっていうのはある程度必要なんですけども、 FX の世界は人付き合いはいりませんから、どっちかって言ったら。だから人付き合いとかが上司とか部下の関係とかね、そういった、うん、ブラックとかホワイトみたいな環境がどうしても馴染めないっていう方には FX の世界は本当バラ色です。何もないんで何もない、人間関係もいらないし、誰にも気使わなくていいし、時間にも縛られないし、通勤もないんですよ。通勤がないってことはコロナウイルスにかかる可能性も低いんですよね。だからそういう世界でやりたいんだったら、この4つの段階っていうのはね必要ですけども、この4つの段階だけでいいわけですからね、逆に言ったら、うん、それはそこだけ見たら多くのビジネスとか多くの労働に比べたらものすごく楽です、そこは、うん、ただ別の苦しさはあります。別の楽さはあるんですけど、別の苦しさはあります。だからそこが受け入れるかどうかかなと思いますよね、うん。だから予算1万円の入金でもいいと思いますよ。1万円入金しても全然できます。ただ最初からお金をやり取りする必要は私はないと思いますね。まずは MT4 の使い方を一つ一つしっかりと身につけていきましょうということでございます。それでは失礼します。